未来が起きれば、それをきっかけにして必ず戦争になります。戦争になって、もう市民生活も、それから民主主義もみんな足蹴にされているという事態が来ないようにするためにはどうするか。私は最近考えているのは、私は最近ね、80年前のミッドウェー海戦で、お父さんを知らない、お父さんが戦死した人と、1981年にワシントンで会ってるんですね。で、その人と、もう本当に何十年ぶりにオンラインといって、今のベカを使って、わざわざ会いに来るんではないですけれども、そういうもので対面したんですね。その後、彼女は手紙をくれて、そして彼女はアメリカの中で、戦争はバカバカしいというか、愚かなことであるということを一生懸命言っている。で、私の恩師がいるようにということですから、彼女は一人ではなくて、何人かの人の中でそういうことを言っている。私はこの何十年ぶりかに、コンピューターの技術を通じて、本当に画面だけで対面しましたけれども、この人がそういうことをはっきり言っていることに、非常に感動しました。アメリカではそこまではっきりと戦争をしてはいけない、世の中を良くしなければならないと言っているのに、初めて接したと思ったんですけれども、つまり私たちの市民社会が日本国憲法のように、戦争をしない、戦争という手段を封じるという、そういう考えを、アメリカの人、あるいはロシアの人、それからインドの人やインドネシアの人とか、いろいろな人、よその国の人たち、特に次の戦争の時に、きっかけは小さな国が小さな国が競り合うだけかもしれませんけれども、その後ろには必ずアメリカがいたり、日本がいたり、ロシアがいたりすると思うんですね。で、そういう国の人たちが、やっぱり自分たちの命、それから我が子、我が孫の人間としての人生を守ろうと思ったら、この国の人たちともっと話し合わなければならないと思いますね。今、自民党の政府は、43兆円などというバカな数字を出して、そしてアメリカとの運命共同体で進んでいる。沖縄あたりが台湾で何か起きれば、もうあそこにも自衛隊の基地ができましたから、まず沖縄が犠牲になりますよね。でもそういうウィークポイントといいますか、そういうやられそうなところを日本も持っていれば、いろんな国も持っているんですね。だからそれが良くないと思う人たち同士が話し合って、そしてこの世界中がその軍備の拡張、そして次の戦争手段を考え合っている。本当に日本はアメリカからまたいろいろなものを買って、そして日本は敵といっても誰の敵だか分かりませんけれども、敵に対する攻撃ができる国になろうとしている。毎日の新聞を見ていますと、もう一歩一歩その憲法をに泥を塗るだけではなくて、憲法を骨抜きにして、そして日本の明日に戦争ができる。この国がかつてやった戦争で、あれだけひどいと言っても、あれだけの内容は今みんなに届くわけではありませんけれども、93年生きてきた私の立場では、本当にひどい戦争をやったわけです。そして負けたんですね。で、負けたことの教訓として、今私たちがもう戦争はやらないと思っている気持ちがありますけれども、この気持ちをね、その国の同じような気持ちが分かち合い、つまり父親とか夫とか子供とかを戦争で亡くした人たちとの話し合い、それからそういう人たちをと一緒に暮らしている人たち、異国の人たちと話し合って、もう本当に今政治家たちが戦争への道をひた走っている。それから経済も防衛費を多くするということは、軍事産業がそれで儲けるということではありませんか。そういうことは全く間違えているということを、ちゃんと話し合いをして、話し合って分かり合っていく、そういう世界を変えていきたいと思います。で、そのために私は、経済といっても背骨を折れたんですね。で、もう3年も経ちますけれども、まだちゃんと自分では歩けませんけれども、私はでも93になっても、もう一度自分で歩こうという意思があるんです。意思があるということは、座って話をするのは残念ですけども、私は行くに来た後にはちゃんと立って歩いて、そしてやっぱり、皆さんは今日よくやってください。
もっと楽観的になって、しかも辛いよりは笑っていたいと思います。